桜を描きます。まず桜の木の枝を描き、葉っぱを入れます。お花の図案を入れます。正面と横向き、小さなつぼみですね。アイボリーと焦げ茶と黄土色を使います。筆の大きさは描きやすい大きさでいいですが、一気にいろんな色が出るように枝を入れていきます。根元が少し太くなると自然だと思います。少し、乾かしましょう。ピンク系の色と白またはアイボリーの花になります。で、葉っぱはアイボリーにグリーンの2色です。で、枝の方から外に向かって1枚ずつ入れます。ライナーで葉脈を描きます。なるべく細く全部に入れなくても大丈夫です。このような感じです。葉脈の入れ方ですね。本当のあの桜の葉っぱをイメージしながら描くといいと思います。ピンク系の色と白またはアイボリーで二筆で一つの花びらを描きます。まん丸に描いてもいいですし、このように長細くちょっとハートの形を意識して描いてもそれらしいと思います。好みの花びらで大丈夫です。今回は白とピンク系を使っています。アイボリーを使うともう少し落ち着いた感じになります。ちょんちょんとドットの大きいのを入れてつぼみを表します。真ん中に、葉っぱに使ったグリーン、濃いグリーンと黄土色を混ぜた感じでトントンと入れます。横向きの花には入れません。ちょっと乾かしましょう。焦げ茶をライナー筆で取って、これもなるべく細くたくさん入ります。あんまりこれが長くて太くなると桃のようになってしまうので注意しましょう。できるだけ細く、で先に焦げ茶で小さなドットを入れていきます。横向きの花には見えている部分だけ入れます。赤っぽい色で花びらの内側を意識して少しハートでくるむような感じでライナーを入れます。内側に。そして今度外側には白またはアイボリーでそーっと囲むようにライナーを入れます。ちょっと花びらの形をこう作ってもいいと思います。ふんわりした柔らかいイメージになります。つぼみは片側に白でラインを入れて、反対側に
赤で入れます。これはブドウの時に詳しくこの丸の描き方をします。小さな小花をクロッカスの時のような小花を少し入れてニュアンスをつけて、細い葉っぱもここにも入れていきましょう。実際には桜の木にはこういうものはありませんが、雰囲気が出ます。はい、出来上がり。